逆転裁判、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、最終日ですね。これより荷物三郎の法廷を開廷します。警察側準備完了しています。弁護側も準備完了しています。今日は審理の最終日になります。検察側、弁護側ともに決定的な証拠の提出をするように。では追記人、冒頭弁論をお願いします。昨日の法廷で弁護人によって新しい説が提出された。写真現場は実は第二スタジオだったという。本日は実際にコテージにいた人物を、人間を証人として呼び、その事実関係をはっきりさせたい。わかりました。見過ぎなやつ、今日はちょっと控えめだな。では証人を呼んでいただきましょう。事件当日、第二スタジオのコテージで会議をしていた姫神さくらプロデューサーは、証人、名前と職業。割とすんなり言うんだ。っていうか、絶対ここ禁煙だろう。姫神さくら、エイト撮影所のプロデューサー。証人は事件当日、第二スタジオのコテージで。そんなことはみんな知ってるでしょ。余計なことは嫌い。どうしてもやりたいなら私抜きでやりなさい。本当に三つ剣気苦労が。では証人、事件当日のことを証言してください。ナルド君、この人が犯人なんだよね。ああ、そうさ。絶対尻尾を掴んでるぞ。正午の少し前、第二スタジオのコテージに入ったわ。会議始まったのは正午、終わったのは4時。それからリハーサルがあるから第一スタジオ。そう、疲れてたから無罪に運ばせたわ。会議の休憩は2時半から15分間だった。無罪と一緒にコテージの前で骨付きステーキを食べる。第一スタジオに行って、そこで胃袋の下を見つけたわけ。そんなところね。証言で一つだけ気になったことがあります。疲れていたからうざいに運ばせたというの。車は？ライト版があったでしょ、第二スタジオ。ああ、あったね。あれ、うざいに運転させたの。サルマゲドンの首もあって危なかったし。なるほど。では弁護人、尋問を。最後の勝負だよ、頑張って。なんかいけるやつあんのかな。2時とかはあんま関係ないでしょ。これ絶対今じゃないもんな。ちょっと待ってください。無罪に運ばせたってどういう意味ですか。聞いてなかったのかよ、お前。さっき言ったわ。ナイトバーン運転させたの、無罪に。そういえばそんなこと言ったっけ。2時半から15分間だった。無罪と一緒にコッテージの前で話してくれた。それを証明してくれる人はいますか。無罪。いや、その他の人たちは十分でしょ、一人いれば。休憩時間の間に事件が起こったとすれば、当然ステーキなどを食べている暇はない。ステーキを食べていなかったという証拠はないから。
なるほど、くん、どう？もう少し、たくさん喋ってくれてありがたいんだけど、相手は焼いてプロデューサーなんだよね。でも、きっとどっかに矛盾があるはずだよ。あるかな？ステーキ系で言うと、やっぱ、これしかないんだよな。これでもあれでしょ？違うよね。思った通りそうきましたね。骨付きステーキを食べてみた。しかしそれはおかしいんです。どういうことですか？これを見てください。ソロですか？これはスタッフエリアのテーブルにあった皿です。ご覧のように大きな骨が残っている。当然だろう。骨付きステーキなんだから。そう。当然です。しかし思い出してください。コテージの外にあったテーブルの上を。ああ、はい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 、そうだな。そういうことか。ああ。そうそうそうなんだよね。骨は残っていない。いい顔するな。姫神さん。もし骨付きステーキを食べたのなら、当然ですが骨が残ります。つまりあなたは、骨ごと食べたんじゃないですか？ちゃんと行こうね。あなたは休憩中、ステーキは食べなかったんです。きっとステーキは焼却炉にでも捨ててしまったんでしょう。では、姫神さんは休憩中何をしていたの？決まっているじゃないか。殿様に会っていたらいいかな。いじめにたもそうなんだよ。もちろん、殿様に会っていたんですよ。静粛に、静粛に。まさか。結局、犯行自体は、あの暴力団のメンバーがやったんだろうな。その通りです。ステーキを食べるため、この絵めっちゃいい。コテージを出た姫神さんは、殿様に出くわしたんです。そしてあなたは彼を。殺害したんです。その時弁護人、その発言は問題が。どういうことだ。なるほど、君は、でも殺されたっていうか倒されたのってあれでしょ、あの道のとこでしょ。コテージじゃないよね。構わないな。私がやったと。はい、面白いわ。久しぶりに退屈を忘れられそうね。いいわ。これからあなたと私の知恵比べをといきましょう。受けて立つぞ。なるほど、くん、しっかりね。そうね、確か凶器はトノサマンスピアだね。はい、私、見た通りか弱い女よ。こんな私が重いスピアを自由に扱えると思って。まあ分からんぐらいにしとくか。強えかもしれん。それは分かりません。分からないよ。私は話してる。邪魔しないで。わからないですって？そんないい加減なことを一緒のこと言ってる。どのサマンスピアであなたが戦えたかどうか、そんなことはこの際関係ないんですよ。どういうこと？凶器はどのサマンスピアではなかったんですからね。え？何を言い出すんですか？スピアは死体のそばに転がっていたのですよ。証拠をお見せしましょう。トノサマンスピアが凶器ではないという証拠を。これか、折れてっからか。証拠は言うまでもなくこいつですよ。凶器そのものだ。いいですか、ペチペチ。午前中の打ち合わせでこのスピアは一度折れている。折れたスピアを修理したのはおばちゃんです。ガムテープでね。
そんなもので分厚い着ぐるみをつけて被害者の胸を打ちさせるわけがない。まさら静粛に。メゴリン、どういうことだ。自分が何を言ってるか。おだまり。私を無視しないこと。どういうことかしら。自分が何を言ってるのか分かってるの。トノサマンスピアーが恐怖じゃないというなら、一体胃袋はどうやって殺されたというの。どうですか、胃袋さんを、殺害した凶器を提示できますか。これか、胃袋スピアか。もちろんできなければこんなことは言いません。いつもながらうさんくさいほどの自信ですね。では示していただきましょう。胃袋さんを殺害した凶器。突きつける。この写真を見てみましょう。何ですかこれは。階段の上にいるのが胃袋たけしですよ。正式に騒ぎは収まらなければ審理を中止しますぞ。ムックみたい。メゴリン、どういうことですかこれは。ペチペチ。今から5年前、エイト撮影所で不幸な事故がありました。見ての通り、事故がね。このことは一切外部には知らされなかった。エイトだけの秘密だったんです。それが今回の事件と何の関係があるというのだ。三井健二。まだわかりませんか。階段から転落して鉄柵で胸を刺されたこの男を見て、なんということだ。この事故があったのは今から5年前でした。それと同じことが再び起こったのです。なるほど君、続けなさい。事件のあった日午後2時半、姫神桜はコテージの外で胃袋さんに会ったのです。そして彼女は恋か事故かは分かりませんが、胃袋さんを突き落としたのです。鉄柵の上に。5年前、胃袋さん自身がそうしたように、つまり被害者は胃袋たけしを、自分が人を死なせてしまったそのやり方で今度は自らの命を落としたというわけか。そういうことになりますね。飛躍しすぎじゃない。まあでもそれしか考えられんから方法詰めてる話か。よくできる話。その出任せの際のうちの客案ことしてほしいわね。何か反論がありますか。いい、あなたの言う通り胃袋がコテージで死んだとしましょう。でも実際は死体は第一スタジオで見つかったのよ。悪大カーンの着ぐるみの中からね。死体を第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる。そんなの休憩時間の15分じゃ絶対に不可能よ。一体私はどうやって死体を始末したというの。コテージでは2時半から15分だけ休憩を取った。その間に胃袋たけしを階段から突き落として殺害して第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる。確かに時間的に無理があるな。確かに。ていうか2時半からの休憩っていうのは普通に嘘の可能性はないの。他の方法あんのかな。死体を運び出す方法が他にもあったらどうでしょう。
まあ、車でしょ。どういうこと？何も無理に全てを15分に収めることはない。あなたには死体を運び出す方法が一つだけあったのです。いいわ、聞かせてもらいましょう。では弁護人、示してもらいましょう、死体を運んだ方法を。ライトワン、姫神さん、あなたは死体を第一スタジオに運んだのです。このライトバに乗せ、あなたはさっきこう証言しましたね。会議の後リハーサルがあるから第一スタジオへ。疲れてたから無罪に運ばせたの。ライトバンがあったでしょ、無罪に運転させたの。あなたはライトバンに死体を乗せ第一スタジオに行ったんだ。そしてみんなが集まる前に死体を着ぐるみに入れたんだ。ちょっと待て、ライトバンを運転したのは宇佐井監督だったはずだ。弁護人は宇佐井監督が共犯だったというのか。え、共犯なんじゃないですか。当然宇佐井監督は共犯です。死体をライトバンに積み込むのも着ぐるみに入れるのも姫神さん一人では無理ですからね。それに殿様の着ぐるみも始末させたんじゃないですか。胃袋さんの血がついてますからね。おそらくあの小さな焼却炉で焼いたんでしょう。どうですか女神さん、まだ続けますか。あー、なんか自信ある感じだ。もう結構、あなたは未確認証にやるわね。私の負け、楽しかったわ。やった、やったのか。あの、それで、じゃありませんよ。何か言うことはないんですか。何を言えばいいの。え、負けましたわーとかなんとか。それならさっき言ったわ。つまり姫神さくらさん、あなたですね。胃袋たけしを殺害したのは。わからないわ。は？なんでそうなるのかしら。いい？私、あなたと知恵比べをしたのよ。その結果、確かに私、犯行は可能だったみたい。その通りです。でも、それはあくまで可能性の話。証拠となればまた別よ。決定的な証拠ないじゃない。なんですってぜ、静粛に。三井健二、どう思われますか。もちろん証人の言う通りである。確かに極めて怪しいが、証拠となるとない。三井のやつが迷ってる。そうだよな、もう こいつだろうなってちょっと もう三井も思ってるよね。どうするのかしら。私は今日証人としてここに来たのよ。質問がなければもう帰るよ。さあどうする。もう一度証言頼む。もう一度証言お願いします。もう一度ですか。諦めの悪い男。いいかしら。私もう一度証言をすることになっても、さっきと全く同じことしか言わないわよ。それこそ一言も漏らさず完璧に同じことを。そうしたらあなたどうするの。同じ質問をして同じ答えを聞いて時間の無駄よ。さあ今度こそこれまで。では質問もないようなので、これで姫神さんに対する質問を終了します。三つ武器どうしました水井健二。異議を唱える間に何か質問を考えたのか思い浮かばなかった。どんどんギャグキャラになっていく三井健二。そうですか。ではこお待ちいただこう。初任、もう一度証言を。あなた確か健二でしょ。なんでそんなにしつこく私を。
とにかくもう一度だけ証人の話を聞きたい。どういうことなの裁判長は。さっきと同じことをまた繰り返すのかしら。三井検事、同じことを証言してもらうわけにはいきません。一体何を証言してもらうんですか。それは…そうだな。その…死体を発見してから、後のことをお聞きしたい。死体を見つけてから後で。わかりました。では証人、証言をお願いします。なるほどくん。どうして三井検事が…さあね。あいつにも、わかったんだろう。誰が犯人か。でも…被告人をみんな有罪にするのが俺のルールだって偉そうに言ってたのに。三つ木、変わって言ってんだ。めっちゃいいな。はい、じゃあここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。